福永さん、はい、13番所サイドですが、目の上の傷ですが、ダメージが入りまして、まだ傷は浅くて、そして傷の幅もそれほどないということで、視界には全く問題ないということですが、マンショーのパンチはちょっと力強さがなくなってきましたね。そうですか、はい、マンショーサイドは立本慎吾アナウンサーです。Maligayang pagbabalik mga tol. Pag-uusapan muna natin ngayon mga tol ang unang Pinoy na nagpahirap sa monster ng Japan na si Naoya Inoue. Ngunit bago yan mga tol, pakisuporta naman ang aking channel. Maraming salamat. So mga tol, bukod kay Nonito Donaire Jr. at Michael Dasmariñas ang mga nakakalaban ng monster ng Japan na si Naoya Inoue, may unang Pinoy na sumubok at nagpahirap sa Japanese monster. Taong December 2013, dumayo ang ating kababayan na tubong Cebu City na si Gerson Mancio sa bansang Japan para sagupain ang Nooy Undefeated Fighter at tinaguri ang Japanese monster na si Naoya Inoue. Pinaglabanan dito mga tol ang bakanting OPBF Light Flyweight title. Bagamat heavy underdog dito ang ating kababayan, pero nagpakita pa rin ito ng tibay at tapang para pahirapan at sabayan ang Japanese fighter. Bago pa man ang kanilang bakbakan mga tol, hawak ni Mancio ang kartadang 18 wins, 9 knockout at 3 talo. Habang si Inoue naman mga tol ay may kartadang 4 wins, walang talo at 3 dito via knockout. Kaya mas lamang ang Pinoy mga tol pagdating sa experience. Kaya panoorin muna natin mga tol kung paano pinahirapan ng Pinoy ang Japanese monster na si Naoya Inoue. ランキング2位フィリピンのギルソン・マンシオです。さあ運命のゴングです。1ラウンドが始まりました。赤いグローブ日本井上尚弥、青いグローブフィリピンのギルソン・マンシオです。さあ川島さん、はい、このまず井上がどんな立ち上がりを見せるか、どういうところを期待されますか。そうですね、1ラウンドは非常に緊張感、はい、行こう行こうという気持ちがちょっと強すぎた面が出ましたよね。そうですね、はい、前回は4戦目で日本タイトル、やはり区切りの一戦倒そうという気持ちが強すぎた、そんな話をしていた井上尚弥です。ちょっとここはロープを背負っています。軽くパンチを出して今距離を取りました。軽く左を出してくるマンショーです。さあ西岡さん、ナイスフックですね。いいフックが出ましたが、フィリピンの選手との一戦ですけれども、フィリピンの選手の戦い方、何か西岡さん特徴というのはあるんでしょうか。そうですね、やはり振り回して一発一発しっかり打ってくるというのが特徴なんですね。よくあり、非常に勝ち切れてますね、ガードもしっかりしてますね、井上。はい、さあ、あるいはいきなり第1ラウンドでノックアウトシーンがあるかもしれません。ディフェンスして攻撃が非常に早いですよね。ここも左から右、そして左から右、出てくる相手に右回していきます。石岡さん、よく見えてますね。相手の攻撃もしっかりとブロックして、そして自分のパンチを出してきます。さらに左、今回はディフェンスもいいですね。上の上です。ここも右、左から右、ここは次、ここで第1ラウンド終了です。第2ラウンドが始まりました。1ラウンド立ち上がりから井上が完全にペースを掴んで、そしてパンチを重ねています。ここは左、そして右。さあ、マンシオはどういう形でここは押し返してくるでしょうか。タイトルをデビュー4戦目で取ります。王座決定戦です。おー、覚えてきた。ショートの右を合わせます。そして右、入れ替え左。いや、打ち終わりをあれだけ狙われると、はい、マンシオはやはり始めています。左、ここは右を出してきました、マンシオ。北川さん、はい、井上サイドですけど、はい、お父さんの慎吾トレーナーによりますと、左で崩して、そして右のボディーだという指示をこの第2ラウンド出してますね。はい、赤コーナーサイド、井上サイドは鈴木アナウンサーです。はい、さあ、その指示通りのボディーも出てきました。
ち分けてくると、これは満州も対応できないかもしれません。右のボディ左の企画に企画です、ね、しっかりとパンチを出してきます。そしてそのパンチがヒットします。今日は足もね、そんなに動かさなくてですね、しっかり足を木につけてしっかりパンチを打ってますよね、はい、石岡さん、はい、そしてこの上下の内訳、さらにボディという良さもこう今日は色を見せてますよね。上下の内訳もいいですし、はい、その先ほど川島さん言われたようにフットワークがですね、非常にこう滑るようなフットワークで無駄がないですよね、はい、非常にいいと思いますね。あるいは何か完成された、そんな井上の姿が最新のボディスライダースタミナに出るんだよ。マンシュは立ち上がれるか、ランキング2位のマンシオ、それに対して日本ランキング1位井上尚弥、ここで第2ラウンドは終了しています。5ラウンド井上、第3ラウンドが始まりました。この試合に向け井上尚弥はしっかり流れを作って中盤 KO という、そんな自分の理想があると話しました。ただ石岡さん、はい、ですね、今回は自分の成功、そして家族のために戦うと話すヘルソン・マンシオです。あのフィリピンの選手たち伸びてきますからね、パンチが避けたと思ったら食らってるっていうところもありますね。そこはやっぱりね、しっかりガードして避けてもいいですね、はい、来ましたよ。さあ、ただ一人のボディボディです。そして右、さあ井上尚弥相手を見つめる、今度はマンションのボディだ、左のボディ、さらに井上が返ってきます。左でコントロールして、そして右、今日テーマに話したその右が第2ラウンドで動きながら左を出します。井上尚弥、今日はあえて接近戦も交えて、そしてこのマンションと戦います、そう話していました。接近戦からボディ、やってましたね、ある程度大将で隙を狙ってそれを打ちましたね。マンションが下がり始めた、マンションが下がり始めた、ボディ効いてますね。残りはこう左のボディだ、ボディ相当効いてますね、ダメージが蓄積されます。さあ判定決着になりました、井上尚弥です。今日はあの井上選手非常にガードがいいですね、このだけガードをしっかりされたらなかなかもらわないですね、ディフェンスも強い攻めでいってますよね。さあここも接近戦から、そして少し距離を取るか、じわりじわりダメージを与えて、そして中盤 KO、 そのイメージという、ナイスナイス、さあまた前に出る、あー効いてますね、マンシオは耐える、あとは時間、このラウンド残り時間はほとんどない、マンシオは耐えられるか、ここで第3ラウンド、さあ世界前哨戦井上尚弥、1ラウンドからってます、ね、さらに右のストレート、今日は左そして右、すべてのパンチが素晴らしい内容で井上尚弥がマンシオを圧倒しています。おお、ナイスパンチ、ここも合わせます、そして左右、さらに左を重ねるか、ただマンシオもここは引きませんでした。あ、少しこの辺りはさ、はい、何かこう自分の中で各ラウンドごとテーマを設けている、そんな感じが井上からしますけれども、そうですね、やはりおお、危ない、しっかりガードですよ、じわりじわり攻める、左から弱らせていくっていう、上下を追って弱らせるっていう意識があるんじゃないですかね。はい、さまざまなことを出しながら、とにかく今回世界へつながるその自信をつけたい、そう話していた井上尚弥です。そして左も右もさまざまなパンチも出してきます。皆さん、はい、その赤コーナー井上サイドなんですが、お父さんのシングトレーナーもですね、かなり手応えを感じてますね、はい、あとは左で崩していって、そして次のボディだと、そしてフィニッシュにこのラウンドつなげていきたいという話をしています、はい、赤コーナーサイドは佐々木アナウンサーです。さあその井上尚弥にとっては左、そしてその左からの右です。ここも右、左ジャブ、そして右、
東洋太平洋のベルトがかかります。この大きな舞台で井上尚弥がさらなる進化を我々の前で見せています。右目、相手のパンチを全くもらいません。そうですね、はい、非常にタフでガードも硬いので、下からやっぱり弱らせていきたいですね、もっともっと、はい、一時こうボディでかなり追い詰めるというシーンも西本さんありましたからね、はい、やはり打ち続けることでね、もっともっと弱ってくるので、はい、そのボディの交えた攻めを出せるか。そして本人の中では一つ一回見せられるのは打ち抜く右、その右のストレートが出るか。さあボディを出してきました。マジショー左目のあたり切っているようですね。井上のパンチのイメージが満州東洋太平洋ライトフライ級の王座決定戦です。純平父親でもあります慎吾トレーナーもこの試合の内容によっては次世界と、そんな言葉をしています、話しています、はい、世界に行ける内容ですよこれは。そうですね、そうすると史上6戦目で日本人が世界王者を決める、これは最速。第5ラウンド井上の右満州を取る王座決定戦です。福永さん、はい、エルソン・マンショーサイドですが、目の上の傷ですが、はい、が入りまして、まだ傷は浅くて、そして傷の幅もそれほどないということで、はい、視界には全く問題ないということです。マンショーのパンチはちょっと力強さになってきましたね。そうですか、はい、マンショーサイドは立本慎吾アナウンサーです。さあ少しパンチのその威力がなくなってきた西岡さん、はい、それだけ井上尚弥がダメージを与えていると。上も下も効いてますよね、はい、ここでさらにもっと下上に攻めたいですよね。このラウンドで果たしてノックアウトというシーンがあるか。第2ラウンドでダウンを奪っている井上尚弥です。一発があるこのフィリピンのマンション、それに対して今度は右を出してきました井上尚弥です。ちょっと単発の攻めというふうにマンションが変わってきました。それをうまくさばきながら井上、さあリノック、これは出てきましたね。マンションが出てきました。第4ラウンド終了、大きくチャレンジが井上リードとしているということで、ここでマンションが出てきました。ただもう足もちょっと定まらないですし、はい、パンチもちょっと威力はないですし、バランスも崩しますよね。そうですね、はい、さあここでザビリ